坂木原信夫です初めまして私は、えー、日本画を日本の美大で習って卒業して、えー、かれこれ、えー、実は30年以上経つんですがずっと日本画を描いてました世界で活躍したいと思っていて JCAT、えー、ジャパニーズコンテンポラリーアーティストチームのメンバーとしてこのニューヨークで何度かグループ展には参加させていただいたんですけども今回やっと念願の「 古典を抱くことができました。コロナ前に決まっていた話なんですけれども、コロナが流行ってしまって、えー、2年ほど延期になってしまい、自分としても本当にやっとやっとこの日を迎えることができたと、とっても嬉しいこの瞬間を今迎えてます。自分は下手くそだけど、ずっとずっと描くのはやめない。でやめなければ自分は絵描きのままなんだって思って、 その気持ちを持ち続けて30年に描いてきました。そしてようやくこうして夢の一つであったニューヨークの古典を実現することができました。今回の展示、タイトルが Blooming of a New World っていうんですけども、これは私のテーマなんですね。花の種、私は花を描いているんですけども、なぜ花に惹かれるかというと、それが命の始まりの 象徴だからです花の花粉が飛ぶその花粉が新しい星の種となり新しい宇宙が始まるそこでまた花が開き花粉が飛びそれが新しい星の種となりそこから新しい宇宙が始まるそういうものを私はテーマにしています。是非とも皆さんにこの展覧会見ていただきたいです。 伝統的にきれいに描こうっていうのを習ってきたのがなかなか自分の中では抜けなかったんですけどもこうやってニューヨークで何べんか出品させていただくようになってちょっとずつ自分の殻みたいなのが割れてきたんですねで、えー、そのきっかけとなったのが「チェーン・オブ・カレッジ」っていうタイトルのものなんですけどもそれを経験して私の中で起こったのがこの宇宙の爆発。 ーというイメージです新しい世界自分の中での革命ですそこからつながる私のこの一連の流れの展覧会私もこのギャラリーに入った瞬間にとってもこう柔らかい光がさしててこう大きなゆったりとした空気の流れみたいなのを感じたんですね。で皆様にも その同じような体験共有していただけれたら嬉しいです私の古典どうぞ楽しんでください